皆さんどうもこんばんは、マンタです。新年明けましておめでとうございます。2020年始まってから、まあ、初めての動画になるんですけれども、年末は毎年そうなんですけど、12月31日の大晦日と1日の元旦がいつもお休みなんですよ、仕事の方が。でまあ実家帰って、まあ、挨拶したりとかなんやかんやバタバタしてもうすぐ終わっちゃうんですけど、今年の年越しは地元の方のイベントでなぜかタピオカを売るっていうことをしておりました。地元がすごい田舎の方なんで人来るんかなっていう不安でしかなかったんですけど、なんかおかげさまでものすごい売れました、タピオカ。マンタ TV。 そんなこんなで2日から仕事も始まってもう鬼のような忙しさだったんですけど、今日は仕事帰りにセブンイレブンを寄りまして、大概コンビニ寄るとスイーツコーナー寄っちゃうんですけど、そこになんとですねむっちゃ可愛い和菓子置いてたんですよ。それを今回はご紹介していこうと思います。それがこちら。ほい。こちらのうさまるっていうあの LINE のスタンプでめっちゃ人気なキャラクターなんですけど、それの食べますもっちっていう和菓子だそうです。お餅ですね、紅白の。実は12月30日からセブンイレブンで販売されてて数量限定だそうです。本体の価格が税抜きで260円、まあ1個で130円と思えばまあ安い方ですよね。でこっちのうさまるっていう方がメープル味で、うさこっていうこのピンクの方がいちごミルク味だそうです。でこの表情が全部で6種類あるそうです。僕のは本当にドノーマルみたいな感じだったんですけど、なんかシークレットもあるみたいですよ。早速開けていきましょう。マンタ TV。 普段こうキャラクターもののデザートってちょっとなんかこう形崩れてるの多くないですか。これはね結構そのまんまの顔じゃないですか。この感じちょっと可愛らしいでしょ。オープン。バーン。めっちゃ可愛いやん。めっちゃもちもちしてる。なんかすごい。そしたらまずはこっちのうさまるから食べていきましょう。メープル味ね。いただきます。うん、メープルだ。正直もっとなんか甘ったるいんかなと思ってたら全然そんなことなくて、ほんとなんかあの上品って感じ。そしたら残りのうさこの方を食べていきます。これなんだろうな、ちょっとこうテープなんかな、テープかなんかで貼られてんのかな。これブニョーン。犬ブニョーン。むっちゃ伸びるやん。これちょっとなんかツイッターでバズってたんですよ。むっちゃ可愛いやん。あ、ぐちゃぐちゃになってきた。いただきます。うわ、すごい。こっち味がすごい。本当にあの何やったっけ、いちごミルクのなんかキャンディーみたいなあるじゃないですか。あの味好きな人は好きなのかな。すごい香りが。いちごミルクや。どっちかというと僕はうさまるの方が好きやったかな。いちごミルクはほんまに飴舐めてる感じ。はい、ということでまあ普段生活してると和菓子ってなかなか、まあ、食べる機会も出す機会とかもそうそうないと思うんですけど、でもちょっとこう普段の和菓子とかじゃなくてこういうねキャラクターもの出てくるとちょっと嬉しいですよね。でもちょっと惜しいのが、どうせやったらあんこを普通のにしてほしかったなっていうのがまあ正直な感想ですね。ちょっといちごミルクはお抹茶合わないんちゃうかなっていう僕の予想なんですけど、ということで今回はちょっと可愛らしい和菓子を紹介する動画でした。この動画良かったよという方はぜひグッドボタンよろしくお願いします。このマンタ TV のチャンネル登録もぜひお待ちしております。本日も最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。